AIG 富士火災海上保険富士火災海上保険株式会社は、かつて存在した中堅損害保険会社、大阪府と東京都に本社を置いていた。現在は合併により AIG 損害保険株式会社となっている。バブル崩壊後に経営危機に瀕し、経営安定化のため2002年3月より、オリックス株式会社と AIG グループの出資を受けていたが、両社のグループ企業ではなかった。しかし、財務基盤を強化したい同社と資源を損保に集中したい AIG 双方の意向から2008年12月30日と2009年1月21日に AIG グループに対して第三者割当増資を実施し AIG グループ全体で 41.8% を出資することとなり AIG 傘下の会社となる予定とされていた。その後2010年3月31日にAIG 系の損害保険持ち株会社、チャーティスを引受先とする第三者割当増資を実施し、チャーティスのグループ企業となった。2012年11月、AIG グループは AIG をブランドとして再活用することを発表。ブランドは再びチャーティスから AIG に戻ることになり、AIG グループであることが強調されることとなった。2013年4月に、AIG は AIG ジャパンホールディングス株式会社を日本における保険事業の持ち株会社として再編を実施。AIG ジャパンホールディングスの完全子会社となった。2018年1月にあゆ損害保険株式会社へ吸収合併され解散。あゆ損害保険株式会社は称号変更し AIG 損害保険株式会社となった。2011年1月現在、スポット CM 中心となっているを設けているところもある。また、2010年2月より YouTube を利用した宣伝を行っている。2009年より、佐渡裕とスーパーキッズオーケストラ、ニューイヤーミニコンサートを協賛している。このほか、MBS ラジオのありがとう浜村淳ですで募集する映画試写会のスポンサーとなっていた。応募のハガキには、富士火災の富士を書くように案内されていた。具体的には、AIG グループの AIG ヨーロッパ SAA、アメリカンホームアシュランスカンパニー、アメリカンインターナショナルアンダーライターズ、オーバーシーズリミテッド、AIU インシュアランスカンパニーの4社が増資を引き受ける。第三者割当による株式の発行と、主要株主の移動に関する。お知らせ富士火災海上保険、平成20年12月11日プレスリリース http://www.fujikai.ai.co.jp/news/index.cgi/news/index/news/in富士火災ニュースリリースhttp://www.yomiuri.co.jp アッテマニーエンタープライゼズマンダ20101122-8T00288 HTM 読売オンライン @AIG は中核の保険事業における AIG ブランドの再活用と新しいブランドプロミスを発表。 AIG ジャパンホールディングスが保険持ち株会社に AIG プレスリリース法人番号公表サイト http://www.yomiuri.co.jp/national/news/2007-2013i113.htmmiurione 本店所在地の変更について。ありがとうございます。